今回なんと、魔法科高校の劣等生追憶編のアニメ化が発表されましたはいということでね。いや、めちゃくちゃ嬉しい。え、劣等生なんですけれども、本日ですね、2月の28日の日曜日に開催されました、魔法科高校の劣等生のイベントがあるんですけれども、そちらの方でですね、特報 PV が流れまして、そちらで魔法科高校の劣等生追憶編のアニメ化が発表されました。ということでね、魔法科シリーズなんですけれども、今年2021年の7月、 に10周年を迎えるということもあって、10周年記念でいろんな動きが予定されているんですけれども、まあ、以前にもね、魔法高校の優等生のテレビアニメ化が決定したぞというねことが発表されたんですけれども、まあ、そちらに引き続きましてね、今回は追憶編のアニメ化ということで、テレビアニメ化かどうかわからないんですけれども、そういうね発表がされました。まあ、追憶編自体はあの三咲と あの、お兄様の過去のエピソードを描いていくっていうことで、子供時代ですね、えみゆきとお兄様が出会った頃のお話とかが、ね、描かれてくるので、非常にあの、人気のエピソードとなっております。はい。でこの追憶編って、一応立ち位置的には第1期と第2期の間にあるエピソードなんですよね。第1期が横浜総乱編っていうところで終わっていて、まあその後ね、あの、最近放送されたと思うんですけれども、第2期ですね、来訪者編っていうのが放送されました。来訪者編ね、あの、上中下巻って3巻の構成となっているんですよね。非常に長いエピソードになってくるんですけれども、まあそれを放送さ されましたよね一応その横浜総ー編と来ホ者編の間にね、この強く編っていうのが一巻だけ描かれているんですよね。まあ、ですけれども今回ね、あのテレビアニメ第1期第2期の 間であの強姦っていうのが飛ばされたんですよね。ですので正直アニメ化しないのかなと思っていたんですけれども、まあ、別にねあの強姦って先ほど言った通りあの三喜とねお兄様の出会いとかの子供の頃を描いてくるっていうことで、まあ、前後の繋がりみたいな正直ないんですよ。まあ、ですのでこの来訪者編の後にね別に描いたとしても問題ないところあります。はい。まあ、正直ねあのダブルセブン編が先にね映像化されるのかなとも思っていたんですけれどもね、まあ、正直ダブルセブン編あのスティーブルチェイス編って普通に描いていって、まあ、そこら辺で間でで回想としてね。 通憶編をちょくちょく入れてくるのかなと思っていたんですけども、普通に通憶編っていうタイトルでやるっぽいですね。はい。まあですけれども、先ほど言った通り、一冊だけのエピソードになってくるので、 あの、テレビアニメとしてワンクールやるにはちょっと短すぎるんですよね。ですのでやるとしたら、テレビアニメのワンクールの半分を強編でやって、その半分をダブルセ W7 編でやるとか、まあそういう形になってくるのかなと思います。それともですね、思い切って映画、劇場版でやってくるのかもしれません。OBA っていう選択肢は、まあ多分ないと思うんですけれども、うん、まあどっちかだと思いますね。はい。まあ、ということで、今回強編がアニメ化決定ということなんですけれども、強編描いてきたらもういよいよですね、最後まで描く必要性出てきたなっていうところがね、あるので、 ね、あの制作陣のちょっと気替えが見えてきましたね。ということで、ね、ぜひともねダブルセブン編以降えー、琴内乱編とかね。静岡会編とかめちゃくちゃ面白いので、そこら辺まで描いてもらいたいところもありますね。ということでね。まあ、今回10周年ということもあってね。まあ,あの優等生アニメか強くアニメか。 で、多分ね、まだあると思いますよ、さすがに。7月にね、10周年を迎えるので、多分そこら辺でまだあると思いますよ。<laughs> というところで、えー、今回そんな感じでね、強、え、気、ー、のアニメ化決定ということでございました。あくまでも現時点ではアニメ制作が決定したっていう段階でございますので、まだね、あの、どういう媒体でやっていくのか、えー、不明なところが多いところです。というところでね、えー、続行が楽しみなところです。それじゃあまた。